はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルを運営してます井ノ口です。この日はですね、島根県は、松江のですね、松江城の周りお堀をですねぐるーっと一周回るというですね堀川巡りというものに行ってきました。この動画はその様子になります。この日ですね、まず小泉八雲の、ね、記念館があるということでね、そちらの方行きまして、それから松江城にね、まあほぼ登ったと言っていい感じのね、まあお城に行ってきまして、それから今度降りてきましてね、この堀川巡りというね、その船に乗るというそういう場所来まして、これから一周回ろうという感じですね。まああまりねこういう山陰の方はあまりね来ることないですけどね、まあ行くとこ自体とか観光が何があるかもわからないというところなんですけど、まずはね出雲大社の方前日行きましてね、それからまた松栗温泉行きまして、この日がこういうルートということですね。船ね乗ってみるとね、もうなんか最初からね屋根の上げ下げの練習ということでね、橋の低いとこがあるんで、まあ、そこではね屋根を下げますよということみたいですね。我々九州ですのでね、実は柳川下りというのがありましてね、まあ当然ねそこもね橋の低いとこありましてね、そこでは、まあ、屋根ないからねみんなでね灰伏せてという感じにね、そういう、まあ、乗ったことある人はねそういう経験はしております。まあ、ただね雨が降るとですね、まあ、柳川の場合はねカッパ着てねというね、もうちょっとシュールな体験をねせざるを得ないんですけどね、ここをねなんと屋根があるんでね、もうこれはもう立派ですよね。よく考えてくれました、ありがとうというとこでしょうか。まあ、まあ新しいんでねここね、まあ、新しい人って平成9年ですね、平成9年も27、28年、まあ経ってるのかな。まあそれ柳川下りはもっとねもうめちゃめちゃ古いと思うんですけどね、やっぱその差はあるというかね、やっぱ後で考えただけであっていろいろ潰してるなというとこありますね。でこたつ船というね、これまだ2月だったんでね、まあ、そういう感じの時でしたけどね、まあ、4月の頭まではね、こたつ船使ってると。これもね、柳川がね、どっちが先だとかちょっと分かりませんけどね、柳川もね取り入れてますんでね、こたつ船冬の間はね、まあ暖かいですよこれをね、これもいい感じかなというところですね。それから、まあ、違いはあとこっちはねモーター、エンジンかなで、まあ、推進力ですね、推進ができるということでね、まあ、柳川はね竿だけでね押していきますんでね、あちらある意味大変ですけどね。でこの日ね、じゃんじゃん行ってますけどこれね、8倍速から最大12倍速でねちょっと見てもらってます。ゆたーっとね、まあ、トロトロというかね、回るのが、本当ですけどね、まあ一応こんな感じということでね、見てもらえばと思って、作っておりますけども、まあちょっとね、まあ都会なんですよね、もう松江すごいですよね、もうびっくりするぐらい都会。柳川はねもう田舎ですね、もう田舎の風景を存分に見てねという感じですけどね、こちらはもうちょっとねもうびっくりするぐらいのね大都会、山陰にこんなところがあったのかというね、大都会でしたんでね、この松江城もねその都会の真ん中にあるというね感じに、もうまあある意味後でなってしまったということで、はあるんだと思うけどね、まあ、松江城の動画ね、何週間か前にねもう作ってましたけどね、まああれか上から見るとねもう一目瞭然だけどね、すごい、もう大都会になってましたね松江城、すごいなというとこですね。まあこんな感じでねずっと、まあ見た目一緒なんでね、
まあちょっと早送り早送りという感じで、撮っておりますけども、ルート自体は本当もうここしかないのかなっていうぐらいね、もうネット見てもね、もうほぼ、まあ、出てこないんですよね。もう道の駅が出てくるぐらいで、道の駅観光ルートでもないだろうぐらいのね、ちょっとそんな感じではあるんですけどね、まあ、なかなか観光地作るのはね、まあ、難しいとこですね。ただ小泉記念館ね、しっかりねこの頃作り上げてるっていうかね、もうほぼ終わってるのかなっていうかね、もう立派に作ってますよね。これはなかなかね、よくやってるなという感じですけども、ただ他のね県も実はね、もうこれインバウンドの関係だと思うんですけどね、やっぱこれでね、やっぱり日本はねやっていかねえかんということでね、ものすごいお金かけてね、もうどの観光地も実はですねすごい作り上げてるんですよね。まあ日本のねこれからのね生きていく方法という感じだとは思うんですけどね、まあインバウンド需要まだこの時点でないっていうかね、まだ中国人が復活しないとね、まあ本当に、まあ、復活はまだかなと思うんですけども、まあ、松江にあまりちょっと外人はいなかったかなという気はしてますけどね、まあそんなこんなで、到着しております。どうもご視聴ありがとうございました。